えっと、ドイツ人が、あの、毎日同じもの食うっていう話を聞いたことあるんですけど、まあ、人にはよると思うんですけど、その、日本人って、まあ、あの、いろんな美味しいものを食べるの好きなんですよね。で、それが当たり前だと思ってるんですけど、あの、ミシュランの星が一番多い都市って東京なんですよね。で、その、他の国の人って、あの、毎日ジャガイモとソーセージでも別に構わないよ っていう人たちだったりするんですよ。でそれが当たり前なので、その、毎日ジャガイモとソーセージで何にも気にしないで、で、寿司美味しいよ。ああ、確かに美味しいね。うん、美味しかった。じゃあまたジャガイモとソーセージ食います。みたいなので、日本人って、その、毎日じゃランチはイタリアンに行って、次中華食ってとか、なんかいろんな美味しいものを食べたいみたいな欲望があるじゃないですか。あれがある人は海外行くと結構きついんじゃないかなと思います。